ほら、綺麗に映るじゃん。もう一回やって。ああ、あったほうがいいね。あったほうがいいや。ね。うん。ほら、だから言ったじゃん。この方が綺麗に映るって。早く。あ、もう撮ってんの？じゃあやろう。ちょうちゃん、これはめて。これくらいでいいの？はい、というわけで。じゃあ行こう。せーの。さあ、始まりました。少量チャンネル。翔太です。りょうでーす。少量でーす。はい。はい、というわけで、今回の動画は今回の動画は、ある質問が僕らに届きまして、うん、それについてお答えできればと、うん、そうだね、思います。思います。と、その前に、うん、今日の僕たちの衣装、ペアルック。送ってもらいました。シルファムさんから送っていただいた、いただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。 T シャツを着ております。あとこれもね、ブレスレット、うん、おそろの、おそろい、これもいただきました。どんどん使わせていただきますね。しかもね、これです。 SR ね、いいでしょ、かわいいそう。しかもね、なんかね、その石の効能も、うん、そう、お手紙に書いてあってね、うんうんうん、水晶とかアメジストとかアクアマリン、アクアオーラ、オニキス、あとなんていうものかな、天眼石ってものかな、うん、っていうのを使ってくれてるらしくて、うん、というわけで、はい、というわけで質問に答えていこうと思います。はい、思います。で、インスタでインスタでね、うん、質問が来て、それに関して僕らなりに答えられればと思ってます、うん、そうだね、うん、こんばんは、お聞きしたいことがあってメールを送りました。僕はゲイで付き合ってる彼がいます、うん、数年後には同棲する予定です、うん、そこで物件探しとかで苦労したこと、うん、男2人で借りられる物件、不動産はどのように調べたか教えてほしいですっていうね、あれでした。そういう、うん、ね、質問を質問いただいたので、ちょっと答え考えていきたいと思います。思います、はい、うちらの場合さ、うん、まず中野区の今住んでるところは、もともと僕が借りた部屋に、うんうんうん、まあ、翔太が住み始めたっていう感じなので、うん、最初からその2人で住むために探したわけじゃないんだよね、うん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 、そうだね、うん、そう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 、僕も元々何暮らしてた場所があって、うんうん、です、まあ一緒に住もうっていう風に話になってから住んだので、うん、一緒に探してはないかったけども、うん、ね、どうだろう。だからこれからまた、うん、今2人で住んでるここの部屋がまあ結構狭いので、うんうん、将来的に、まあ、近い将来的に引っ越しを、うん、まあ、考えてはいるんですけど、その時はね、やっぱり一緒に住める部屋っていう条件で、うん、探しに行かないといけないから、うん、まあ、その時にね、うん、いろいろ、あ、どうなんだろうな、もしかしたら断られたりとかすることもあるのかもしれないけど、かもしれないけどね、うん、でもほら、うちらの場合はさ、もうパートナーシップ宣誓してるし、中野区からそういう証明書もらってるので、うん、多分それを持っていけば、うん、ある程度はなんか理解してもらえるというか、まあでもこの方がどこに住んでるかがわからないから、うん、そうだね、なんとも言えないけど、東京とかは割と多いのかな。でもそう、ルームシェアしてる人とかも結構多かったりするし、うん、だから割と平気ではあるのかな、うんうん、とは思うけども。そうだね、あとさ、うん、その相談してくれた方が、うん、カミングアウトができる方なのか、うん、環境の方なのかっていうのもなんか関係してくるよね。その一緒には住むんだけど、友達同士でルームシェアしますっていう体で借りに行くのか、うんうん、もう同性カップルですっていうスタンスで借りに行くのかっていうのでも、なんかまた変わってきそうな気がする、うん、そうだね、うん、そう、だからまあ、そんで、しかも数年後、うん、でしょ、うん、なんか僕らが家借りたのって、まあ、2017年で、まだその中野
ックでパートナーシップされてない時、そうだね、で、うん、多分東京都でも2つ渋谷と世田谷だけだったと思うんですね、うん、その時はね、その時は、うんうん、でまあ今こうやって住めてはいるから多分数年後になったらもっと変わってるかもしれないし、そうだね、あの今2019年今、うん、借りるところのも多分2017年とはまた全然変わってると思うし、その先はもっと変わってるかもしれないから、うん、全然どうにでもなるかなとは思います、ね、うん、あとまたあの東京だけじゃなくてももしかしてほら他県に住まわれてる場合もあるじゃん、うん、でもまあパートナーシップ先生ができるようになった都市が結構増えてきてるから、うんうんうん、あの不動産業界も多分そういう、うん、なんだろうな認識っていうのは結構広まってはいるとは思うんだよね、うんうん、でそうあのその今回ね質問いただいて、うん、この質問に答えようということで、うん、ちょっとネットっていうか携帯でいろいろ物件情報とかも調べてみたんですけど、はいはい、なんかスーモ、はいはい、とかだと、うん、その LGBTQ の方向けの、うん、なんだろうなあのサポートみたいなのもやってるみたいなんだよね。だ物件探しをするときにその大家さんとか不動産の情報で、うん、あの同性のカップルが住んでも大丈夫ですよっていう物件を紹介してるサイトがあったりとかするの、だから、うん、もう不動産業界とかでも、うん、多分パートナーシップ先生してる年も増えてるし、うん、今同性婚のさ、うん、あの裁判とかもあったりとかするから、うんうん、そういうねうん、認識というかそういうのが広まってるような気はするよね、うん、そうだね、うん、だから、うん、だからその本人がその不動産に相談しに行くときに、うん、そういう僕たちは同性のカップルなんですよ、私たちは、うん、あの女性同士のカップルなんですよっていうことを、うん、まあ相談できるかどうかっていうのにもちょっと関係してくるのかなという感じはするけどね、まあ、なので、うん、まあ、その、質問された方がね、うん、数年後に、まあ、彼氏さんと一緒に住むってなった時に、うん、まあ、今は、もうネットでもそういう、その、LGBTQ の方向けの、うん、まあ、検索サイトとかも、はい、あるから、うん、そういうのを見てみるのもいいかもしれないね。うん。うん、あとは、パートナーシップ先生ができる街に住むとかね。あ、そうだね。方法は、うん、多分、ね、パートナーシップ先生しなくても、うん、それができる都市っていうことで多分寛容な部分はあるのかなって、うん、相談できるところもあるのかなっていう気はしますだね、うんうん、はい、はい、というわけでですね、うん、今回はいただいた質問に対してちょっと僕らなりの、お答えをさせていただきました。はい、はい、というわけでですね、まあシリファムさんの中で、うん、まあ僕たちに聞いてみたいことがあれば、うん、はい、あのコメント欄なり、うん、インスタとかね、ツイッターとかで、ツイッターとかで、はい、あのメッセージいただいてもぜひぜひお答えさせていただけ、うん、きますので、はい、はい、よろしくお願いします。はい、それと、うん、それと、あ、そうだ、お知らせがあって、10月のライブ配信をしようと思います。イエーイその日にちがですね、うん、10月の12日、12日土曜日、土曜日の9時10、21時にから、はい、いや、いいんじゃないかな、うん、大丈夫だよね、うん、21時にしようと思いまーす、思いまーす。超久しぶりじゃないね、 YouTube ライブ、うん、うん、だからまあこの動画上げてそれまでにまだちょっと1本ぐらい多分上げれると思うけど、うんうんうん、ちょっと待っててください。はい、はい、10月12日の21時から、うん、はい、うん、ぜひぜひ見に来てください、はい、と、はい、あと10月はあの台湾の台湾に行くことにもうが決まりました。イエーイもう航空券もホテルも予約しました。はい、はい、パスポートも、うん、作りましたで台湾の、うん、レインボープライドにも僕らは参加させていただきます。はい、まあ別に何するってわけじゃないけどね、うん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 、その観光者の一人と二人として、うん、
見に行くって感じだけど、そう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 、ね、ちょっとその様子もね、動画に撮ってお伝えできてればなと思うので楽しみにしててください。でもしこのチャンネルで台湾とかに住んでる方とかね、いたらぜひ会えたらね、ご連絡ください、ぜひぜひね、タイミングが合えば、なかなか行ける場所でもないので、会ってみたい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、はい、というわけで、今回の動画が気に入っていただければチャンネル登録と高評価のボタンをお願いします。インスタ、ツイッター、ティックトックもお願いします。ではまた。